さんはヤッホー、わわわ、ヤッホー、愛こじ元気ですよ。ヤッホー、なんか顔がめっちゃ赤く見える。でもなんか場所の問題？なんかめっちゃ赤く見える。お疲れ様でーす。ヤッホー。照れんなよ。なんかね、違うの。あのね、場所を変えた、これいつもと違う場所なんですけど、めっちゃ赤く見える。やだな、照明の関係かな。 T シャツ、これのせいかな。これいつもの場所じゃないよ。発光体？なんでだろう。お化粧の問題かな。いつもと場所ちょっと違う。カーテンの前で着てる服、わからないけど、まあいいや。 水玉着てた時の場所、そうかな。飲んでないです。 配信する前に飲んだりしません。違います。なんでだろう。まあいいや、別にいいや。ヤッホー。配信の終わってから飲むことはある？ないです。今のところないです。大丈夫。 飲むなら終わった後で。 ありがとう、ヤッホー。今日も来てくれて。光の加減かな。なんかね、やっぱ場所によって顔が茶色く見えたりするからさ、まあ別にいいや。あ、これでもなんか目がキュルンとして見える。なんかお風呂上がりっぽい。 いい感じじゃない。ゆきりか、そうね、ゆきりか二十歳になったから一緒に飲めるね。スケモンさん、バラありがとう。バンジャロモンスターさん、ハートありがとうございます。え、なんか今日すごい、この場所いいんか悪いんかわからないね。写メのメイク、そう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 、今日そのメイクです。ベストオブメイク。今日お気に入りのメイク、目がキュルン。ゆきりかにプレゼントあげた？ゆきりかにプレゼントはあげてない。まだ会う機会がなくて。だからそうだな、あげるとしたら何がいいかな。でもおめでとうの連絡は入れました。ヨッシーさん似合う、ありがとうございます。そうだな、まだしばらくメンバー、さんには会えてないな。リップか。
そうだね、リップあげるのもありですね。餃子プレゼント、いいね。まだ会えてないのよ。メンバーと電話する、うん、たまに。でもそんなに頻繁にはしないかな。甘い系のお酒好きですか？あ、でもどっちかっていうと好きかもしれない。ドラさん、ハートありがとうございます。甘い系か、そうだな、何系が好きかな。でもそこまでよくは読まないから。しんちろうさん、かわいい、ありがとうございます。梅酒、梅酒、梅酒はあんま飲まないかもしれない。大学生だけど飲み会はほぼ行ったことない。飲み会ね、あの会社勤めしてた時はなんか歓迎会みたいな、二十歳になってお酒を飲んでみたいっていうのは聞いたことある。だから、まあ、プレゼントするのもありかな、か一緒に飲んでみたいなっていうのはある。ゆきりかと、ゆきりか肌白いからなんか飲んだら綺麗に赤くなりそう。でもな、結構だって初心者でしょ、まあ言ったら、ハピクルサワーとか。わかりやすくビール券。メールの返信ガチで返信してしまったよ。え、ありがとうございます。それはあれですか、そのメールのあのなんだろう、正式じゃな、正式の方っていうかツイッターじゃない方ですか。ヘスターさん、バラありがとうございます。一緒に飲みたい。豹変するのかな。勝手な予想すると、ゆきりかはなんか無言になりそう。てかなんかあんまり変わらなさそう。あのなんかクールな感じ変わらなさそう。初心者にストロング。すぐに寝そう。すぐ寝るんかな、なんか淡々と飲んでそうじゃない。ツイッターにガチで返信したら怒るの。え、なんで、怒らないよ全然。でもなんかね、最近なんだろうな、そうなんか自分の名前で調べると、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、ん、淡々と飲むのはあなたのような。自分の名前調べたらさ、やっぱなんて言ったらいい。ガチ返信は140字じゃ足らん。なんかいろいろやっぱ出てくるんだなって思って、たまにちょっといろいろ休憩したくなる時がある。エゴサっていうか、まあその返信した、あのその教えてくださいって言ったことに対して、その私のアイコジメールってタグ付けをして、まあ、書いてるのは私も確認したいから、それを見てなんか例えばこの間だったらそのうつ伏せ直したいとか。うつ伏せ直したいっていうか、あ違う、筋トレ
筋トレ、なんか筋肉を効率よく、腹筋を効率よく鍛える方法とか知りたいとか言ったら、なんかその画像付きで載せてくれてたり、あと最近で言ったらよくむくむから、むくまない方法はどういうことしたらいいのかなみたいな、そういうことを聞いた時に、そのパッとあのツイッターだったら返信すぐくれるから、それは私も確認したいんだけど、うん、やっぱその知りたい情報と知りたくない情報も一緒についてきたりするから、たまにちょっと休憩が必要だなって思う。そうね、最近はレッスンも少ないし、もらえるお仕事も、まあ、まだまだ少ないから、やっぱ配信と七並べとメールみたいな、なんかそれが中心の生活みたいになってて、そう、あのね、無理とかは全然してない、大丈夫、ありがとう。刺さっちゃうものまで見ちゃう、うん、そう、だから掲示板とかはあの見ないようにしてる。そういうのを見るのは、まあ、前まではその客観的な意見を見たいからとか、そのは思ってたけど、でも最近はそういうのは見ないようにしてる。ツイッターも全然その悪いことつぶやいてる人とかいないし、そもそもそこまで私は話題にも上がってないから。藤正さん、ファイトありがとうございます。これからこれから、うん、そうですね。でもたまになんかこういろいろこの配信七並べメールみたいな生活を一旦休憩したくなる時がある。そうですね、あんまり厳しい意見が書かれたのをツイッターで見かけたことはないです。確かに見かけたとしたら掲示板かな。人生なんて自己満でいいよ。そうね、まあ自分が一番楽しければいいって思えたらそれはそれでいいけど。ゆうさん、ハートありがとうございます。七並びは無理しなくてもいいんじゃないの。まあ一応今月は25位おしめイベントとか25位やりたいなみたいな目標としては、まあ月初で言ってたんですけど、まあ、なんだろうね。ウリさん、花束ありがとうございます。いろいろ言うのはスタッフさんがしてくれるかと思いますね。自分らは楽しいことを発信していきたいですね。わー、すごい素敵な言葉ありがとうございます。ハートが強くなければ掲示板を見ない方がいい。それはね、それは思う、本当に思います。なんか本当ここ目がキュルンってして見える、嬉しいんだけど。ハモンさん、花束ありがとうございます。うん、だから掲示板とかは見てない。漏れる場所で、漏れる場所なんだけど、めっちゃ目の中に光が入る。あっちゃさん、結婚してありがとうございます。炙りサーモンさん、お少しお仕事お疲れ様です。目がキラキラして見えるんですよね、嬉しいんだけど。昨日はゆっくり寝れましたか。うん、寝れたかな、ゆっくり寝る。まあ、そんな最近忙しくないから別にゆっくり寝れてるっちゃ寝れてるんですけどね。小地里さん、結婚してありがとう。輪っかのライトプレゼントしたい。あ、あれですか、なんか YouTuber さんみたいな、こういうなんだろう、シーリングライトみたいな。
ですよね。新次郎さん結婚してありがとうございます。女優ライト、女優ライト、なんか目の中に綺麗に光が入るライト、リングライト、正式名称がわからない。ロブピーさんこんばんは、初コメントありがとうございます。フォローもありがとう。日常に変化を求めたいときはサイクリング、サイクリングか。私自転車持ってないから自転車欲しいなって思う。結構私サイクリング好きですよ。カヨンさんこんばんは。3周年の時のウィンクの時に、あ、そうそうそう、使ってたやつ。あれ確かにあるのとないとじゃ全然違ういそう。ママチャリ、ママチャリ、ママチャリ、あれはママチャリっていうのかな。連続配信です、イエイ。自転車持ってない、私もね持ってない。高校生の時は自転車通学だったけど、もうそれからずっと乗ってないな。その後も電車通学だったから。ガチサイクリングしてみたい。いやもう普通にあれ何あれ、ロードバイクでもないし、ママチャリ、ママチャリの部類に入るのかな。普通の自転車、自転車乗りたいな。自転車乗って橋とか渡ってみたい。クロスバイク、クロスバイクはね持ってないけど一回買おうとして見に行ったことがある。広島ね、ほんと自転車便利だと思う。あると結構どこにでも行ける気がする。しまみな海道、しまなみかごめんなさい、しまなみ海道、しまなみ海道、ロードバイク高いよね。私もね一回買おうとして、でも買う前に一回そのあのなんか体験みたいな、あ違うわ、レンタル、レンタルでその